はい、えー、こんばんは。えーっと、どうでしょう聞こえておりますでしょうかどうでしょうこんばんは。<laughs> どうですかねあ、聞こえてますかはいはい。OK です。はい、えー、どうもありがとうございます。えーっと、 オープニングはね、<laughs> 私が配信するときはオープニングがないんですね。音楽のね流し方とかはよくわかんないんでね、すいません。で、えっとですね、タイトルの通り、「逃げ上手の若君アニメ化決定記念第2弾」ということで、南北朝時代の戦術について。 お話し,したいいと思いますでまずは乾杯からいきましょうかねちょっと皆さんお飲み物のご準備をお願いできればと思います。はい はい、えーと、じゃあ乾杯しましょう。はい、乾杯。 どうもどうも皆さん、よろしくお願いいたします。はい。えー、っとですね。で、まあ、あのー、解説講義に入る前に、えー、ちょっと、宣伝をさせていただこうかなと思うんですが、えー、ちょっとよろしいですかね。よいしょ。 ちょっと画面切り替えますので、ちょっと声が聞こえるかどうかまた教えていただければと思います。はい。えー、どうでしょうか。えー、と、聞こえておりますでしょうか。どうでしょう。聞こえてますかね。あ、はるきさんもよろしくお願いいたします。あ、聞こえてます。あ、画像音声 OK ということですね。はいはい。えーとですね。えっ、ー、と、まあ、 1> あのー、月1で金曜日に「軍師の日本酒」というのをやっていたわけなんですけれどもまあ軍師の日本酒終わったんでまあ告知してますけどまあちょっと古文書の講義やろうかなというふうに思っててでなんかちょっと春樹さんとね相談しましてあのー、あちょっと。 ちょっとお待ちください。えー、っと。 あすいません。<laughs> はい、えー、っとですねあ。すいません、すいませんちょ。ちょっとバタバタしておって申し訳ないです。で、あの、まあ、ち,ょちょっと春樹さんと相談しましてですね、まあちょっと軍師コースっていうのを、まあ、軍師の日本史終わったんでね、まあ、軍師コースって言い方はちょっと変えようかってことになって、で、まあ湧出コースというふうに、まな、あ、<laughs> まあ値段とかは変わらないわけですけどあの名前を「湧コ講師」にし執羊」でもいいのかもしれないんですけどあのまあとりあえず「湧室」と今のところはしております。でまあまあそれはともかくとしてまあ結局中身は変わらないんですけどあの値段とかは変わらないんですがまあちょっと古文書学講義をえと来週かな来週の金曜日から始めようかと思います。はい 1> でえーっとまあ、第1期ということで、えー、鎌倉から室町時代に、えー、をやろうかなと、まあ、第2期はちょっと間を空けてやることになるかなと思いますで、まあ、ちょっと14回というねかなりボリュームがあるんですけれども、えーまあ、ちょっとねがっつりやろうかなというふうに思っておりますでえー、っと、まあ、第1期 えっと、来週の金曜日にあるのは、えー、まあ、ガイダンスという形で、えー、まあ、どんな感じで進めるかみたいなね。あ、来週じゃない、ごめん、ごめん、再来週、再来週だ、失礼しました。えー、来週じゃなくて再来週、失礼、失礼。再来週の23日、えー、に、 やるっていう感じなんですけれどもまあ初回はちょっとガイダンスって感じなのでまあ基本的にはこの前もそうでしたけど軍師コースの時ってあの完全にメンバー限定でやってたわけですけれどもつまり冒頭無料みたいなのをつけなかったわけなんですけれども最初からね一部二部に分けずに最初から有料メンバー限定でやってたわけなんですけどまあちょっと。 初回はまあガイダンスということなのでまあ前半最初の部分はえ最初の部分はちょっとえ無料でやってそこからメンバー限定に移行しようかなということを考えております一旦ご整理いただくと優質はどこランクになるかえっとつまりですね大名と旗本の間ですね 大名が2390円旗本が990円でしてその間が輸出コースと、えー、まあ従来の軍資コースをまあ名前を変えるってだけなんですけどちょっと分かりにくいかもしれませんすいません、えー、今まで軍資コースといって大名と旗本との間にあったものの中に輸出、えー、軍資コースの名前を変えてですね大名と コースと旗本コースとの間にあった軍師コースでのを名前を変えて、まあ、誘出コースにしようということですね。月額1790円。で、えー、っと、まあ、軍師が見れるのと、あとは旗本と一緒です。旗本の特典プラス、えー、まあ古文儒学講義が、えー、見れますよっていう形です。アーカイブも見れます。ライブだけじゃなくて、アーカイブも見れます。という形で。 でやるだったらまあ初回はちょっとガイダンスなので、えー、まあ最初ちょっと無料でやろうかなというふうに思います。そうですね今後次第なんであの戦国時代、まあ、江戸時代江戸時代私がちゃんとできるかどうかっていうのはあるんですがあの、まあ、少なくとも戦国はちょっと第2期やろうかなというふうには思ってます。ただまあ 需要がなければね第1期で終わってしまってね第1部かみたいなね漫画の第1部かみたいに第1期だけで終わってしまうということもあるかもしれないんですが一応第1期がそれなりに好評だったら第2期戦国とかもやろうかなというふうに思います。で特にその第1期であの第1期はその何ですかね古文書の体系的なことを。 教えるる感じになるのであのだから第2期はむしろ実践編にみたいになるかもしれません。まあ、今から第2期の話してもしょうがないんですけどあの、まあ、第2期は実践編みたいな感じで、えーまあ、どんどんこう読んでみるみたいなね実際の古文書をどんどん読んでみるみたいなあの感じになるかもしれません。あのまあ、このやっぱ第一期はもちろん古文書を読んでいく実際の古文書も読んでいくんですけど まあその体系的なね理論的な部分を教えるのがやっぱメインになるのでどんどん数をこなすっていう感じにはならないかなと思うのでまあその辺は第2期ってことになるかもしれませんね <laughs>。実際に「つばい文字を作る」「疑問状を作る」みたいなねまあそういうのもあるかもしれません <laughs>。「俺たちの戦いこれからだ」ってねなんかねそのジャンプの打ち切り漫画みたいな状況になってますけど。 はい、でこれが、まあ、まあアーカイブでいつでも主張できる形でやろうかと思っておりますので、えーまあ、鎌倉時代にね確かに鎌倉時代の訴訟鎌倉時代にタイムスリップしても訴訟で戦えるようになるかもしれません、はい、光る君への放送になったら平安時代あーそっかそうですね確かにねただ光る君 でも光る君ってあんま古文書の話ってより多分日記だと思うんですよねだか,らだからまあ光る君の「大河解説」とかだとむしろ日記の話になるような気もしますけどね古文書ってよりね道長の御堂漢爬きとかね軍師と違ってアーカイブ期間は限定しないつもりですあのやっぱ見直したいと思うのであの これどうだったったけみたいな感じで見直したいと思うのでアーカイブ期間は限定しませんで前回のこれまでやってた「群衆の日本史」っていうのはあの、まあ、本にするっていうのもあるのでアーカイブ期間を限定してたわけですけど、まあ、これは別に本にするって話ではないの,で,あので古文書のやつってそういえば前のって何だったっけっていう,うにあにね 遡って復習したい人も当然いると思うんでこういう体系的なものの場合ねだからまあアーカイブ期限はつけずにまあいつでも戻って見れるようにという形にしようかなと思いますえっとね日記っていうのはね日記はこの辺も古文書学で話したいと思うんですけど あの古文書学講義で話したいと思うんですけど日記は基本的に古記録っていうふうに言われるんですね道長の日記とかねそういうのは古記録って言って古文書とは違うんですで古文書と古記録どう違うかみたいな話も、まあ、この古文書学講義で、えーまあ、第1回のガイダンスかなでお話しすることになろうかと思いますはい、えー、現在軍師の人たちは自動的に輸出になります あのだからいや俺はもう別に優質にはなりたくないという人はまあ解約していただくという形になるかと思いますけれどもまあ,あのほっとくとそのまま自動的に行こうということになるかと思いますそうですねだからまあちょっと、えーまあ、日記の話はだからむしろその「光る君への大河解説」の方でやることになるかもしれませんねはい。 で、えー、まあそんな感じでやろうかと思っておりますので、えっ、ー、とまあね、ちょっとまだ先ですけど、再来週ですかね、になりますけど、まあ、ぜひね、えー、ちょっとまあ、最初ね、初回の最初の方はあの、前半は無料でやろうかと思ってますので、まあ、とりあえずそれを聞いた上でですね、 えー、入るか入らないか聞いて入るか入らないか決めていただいてもいいので、えーまあ、そこでですね、えー、ちょっとまあ一度試しに、まあ、無料だから試しに覗いてみるかみたいな感じで、まあ、気軽にいらしていただければなというふうに思いますそうそう武漢から自動で文官になるんですけど、まあ、有志になりたくないって人はまあ いや俺はもう軍師でいいんだと、別に輸出なんかいいんだっていう人は、ちょっとお手数ですが解約していただくという形になるかと思います。手続き取らないとそのままえ輸出になるとえいうことになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、ぶちゃんさんありがとうございます。引き続きね、輸出ということでね、ありがとうございます。軍師は分かまあ確かに軍師は分かかもしれない。 唯一戦ってはいかんのかいや別に戦ってもいいんですよね唯 <laughs> 一戦ってますよねあの実際ねはいえまあそんな感じになりますのでえよろしくお願いいたしますはいえじゃあまあすいませんなんか宣伝に結構時間を使ってしまいましたけれどもえ本題に入っていきたいと思いますはい えっと、じゃあまた画面を切り替えていこうと思うので、えー、またね、えー、わかる、えっ、ー、と、ちょっとこれか。よいしょ。画面を切り替えていきたいと思うので、えー、画面を切り替えてもですね、えー、声が聞こえるかどうか、 また教えていただければというふうに思います。はい、えっ、ー、と。はい、じゃあ切り替えますね。よいしょ。はい、えっ、ー、と、切り替えましたが、あ、小文字学校期楽しみ。ありがとうございます。えー、 切り替えましたが、声聞こえますかね？この際、大名になるというのもぜひね。検討していただければと思います。はい、あ聞こえてますか？はいはい、ありがとうございます。えー、まあ、南北朝時代の戦争ということで、まあ、要するに逃げ上手の若君というのはまあ、南北朝時代。がま舞台になっているわけですけれども。 まあ南北朝時代というのはあのまあ戦争のねやり方合戦のやり方がまあ大きく変わったというふうにまあ言われている時代ですで。でただまあ実際 でどう変わったかっていうことに関して言うと割と太平記頼みというところがあって太平記の記述をもとにですねこういうふうに戦いの仕方が変わりましたみたいなまあそういう説明がえ多いわけですね。でただまあ太平記っていうのはやっぱりえあくまでえ軍記者ですからでま,あまあ割かし同時代性が強いんですけれどもまあそれにしても。 まあ軍物であって編纂物でありますからまあそこにはえね創作や脚色も入っているわけでえそこに書いてあることを全く歴史的事実としてえ素直に受け入れるとうのみにするというわけにはまあいかないわけですね。 だそうすると太平記にこう書いてあるからこういうふうに戦ってたんだっていうふうな説明がまあ結構歴史学会でもされてきたんですけれどもまあちょっとやっぱりそこは危ういところもあるのでまあ一次資料それこそ古文書ですね同時代リアルタイムで作成された古文書古文書の中でどうやって戦ったかってことが書かれてるそこはまあ基本的には嘘がない。 でまあそういった古文書に基づいて南北朝時代実際どういう戦いをしてたかっていう話をしたその退役のね兵士数多すぎ問題みたいなねそういうやつ持っちゃうんですよね軍旗はね。もちろんあの古文書でも盛る要するに自分の手柄を報告するとかっていう時はあのまあ盛るっていう部分はもちろんあるんですけど。 あでもやっぱり軍記者に比べればやはり信頼度が全然違うとえいうことになりますのででだからまあ古文書同時代資料に基づいて、えー、南北朝時代の戦争というのはどのようなものだったのかということを、まあ、ちょっと考えてみたいとで、まあ、特に、えーまあ、今回はですね、まあ、ちょっと 来月もね2みたいな感じでやろうかなと今ちょっと考えているところでして南北朝時代の戦術2みたいな感じで2か月連続でやろうかなっていうのをちょっと考えておりまして今回は白攻めの話をしようかなと思っててでこの白攻めっていうのが結構その南北朝時代の戦いで何が変わったかっていうのの一つの大きな要素として まあ城攻めっていうのが非常に増えたつまり城に立てこもって戦うで攻めるがその城を落とすために戦うっていう、あのー、戦い方これはやっぱりそれまでの時代には、えー、まあなかった、えー、その城にこもって何ヶ月もね、えー、戦うっていうそういう戦い方はやっぱりそれまではなかっただから楠木正成が千早城赤坂城にこもって戦う。 まあそういった戦い方ってそれまではなかったんですね。だからまあそこはまあ南北朝時代の戦いの大きなあのそう千早城の先駆けだと思います。路上戦がいきなり増えた。で,でまあその城攻めってどうやってやってたのかなっていう話を、えー、今日はまあ基本的にはやろうかなというふうに思っております。はい で,でまあ城攻めっていうのは城を攻める側と守る側の戦いが当然いるわけですけど城を攻める側城を守る側ま,あまず城を攻める側はどういう作戦を使っていたかっていう話に。だ城ってほどのものがやっぱないんですよね。戦ぐらいだとやっぱり 立ち館を攻めるみたいな話になって城に何かその何ヶ月もさ立てこもれるようなえそういう城ってのはやっぱり南北朝時代に出てくるっていう形だと思いますね。で衣笠合戦ってありますね。でも衣笠合戦もあれもすぐ終わっちゃいますからねからやっぱ何ヶ月も戦うみたいな城攻めっていうのは。 あのやっっぱ南北朝時代になってからだと思いますねだそ,れをそれだけの防御力のある城っていうのがやっぱり作れてなかったんだと思います。で、えー、じゃあその城を攻めるにあたって工場側攻める側どういう作戦を取るかってことなんですけれども、えーまあ、爪人とか向か城というものをどうも作っていたらしいと。えー そうですね要塞としての城っていうのはやっぱり南北朝時代に一般化する持久戦がそう山城ができて持久戦が行われるっていうのがあの、まあ、やっぱりこの南北朝時代の特色ですねで,で、まあ、攻める側はその城を攻める時どうするかっていうと、まあ、いきなり突撃したらですねあのやっぱり不利なわけですね。 向こうはその城に守られてるわけですからそこにいきなり突撃したらば非常に犠牲を大きく大きな犠牲を払うことになるじゃあどうするかというと城を攻め落とそうとする側北条側はですねまず爪人とか向かい城と呼ばれるものを作ったっていうことになりますでまあ一例としまして今川領衆 これは、えー、室町幕府三代将軍の時の、えー、足利義満ですね三代将軍足利義満の時代に九州の制圧を九州短大に任命されて九州短大に任命されて九州,て九州を制圧するということを命じられたわけなんですけどまあそれで えまあ島津と敵対することになるわけですね今川領主が。でその今川領主がその島津をえやっつけるためですねえまあ縄レフ冬という部下を派遣するとでえ渋。で、えー、島津市の本拠である大隅の渋市城そうです南太平記の著者ですね今川領主はね。 でまあ、その島津をやっつけるために今川良春が部下の縄古礼冬に島津市の本拠である渋市城を攻略せよというふうに任命するわけですね。で,でその縄古礼冬の手紙で。えー まあこれ多分今川領春とかに報告してるんだと思うんですが今月27日馬の時当初にまかりつき将来をあんのとまあ当初っていうのが日向のミマタインというところなんですけどで 「いかよう近日しぶし爪人取りいたすべくろうということで、えーまあまあ、近日中にそのしぶし城を攻略するためにその清水城に攻略するために爪人を築くと、えー、いうことをまあ報告してるってことですね,ね、えー、今川はそうですね足利一門ということですねはい ででまあ、これは他にですね、えー、でちょっとまず「詰め人」というのがあってむいろいろ言い方があるみたいで向という、えー、言いいう言方をしてる資料もありますこれはちょっと遡りますけど、えー、足利、えー、尊氏とかの頃の時代ですね、えー、常和2年ということで。えー まだ高氏の時代ということになりますが、ここでやっぱり幕府と南朝とが戦うということになりますけれども、で、幕府型のですね薩摩島津渋谷一族ですね、幕府型の薩摩渋谷一族というのが、えと、 1> 1, 2, 3, 4行目のとこですかね渋谷一族らこの間東条合力、えー、のため構え行き九段の領内野崎村に妖怪立てつき用外立てを築くところかな、えー、京都ら大勢を引き去る7月3日、えー、鹿野城近所貝殻崎に向かい次郎を取るにつき 今月4日、宇野国薩摩一族ら一人残らず、えー、城を捨て引き,引き返り将来終わるというふうに、えー、書かれていて、まあ、つまりどういうことかと言いますと幕府、えー、型のですね薩摩の渋谷一族が、えー、薩摩の国阿多郡田伏郷の野崎村野崎明というところに、えー、まあ要害、えー、砦を築いたわけですね。で砦を築いてえー 気づいたんだけど、えー、京都、えー、南朝方がですね大軍を率いて、えー、7月3日にその野崎村の、えー、城のね野崎の城の近くの貝殻崎というところに、えー、向井次郎を築いたと。でそしたら、えー、今月4日、えー、9月4日に そのバック型の渋谷一族は一人残らずその野崎城を捨てて逃げてしまいましたとそうですね城は観音の城乱の直前ということになります。っていう話があってだからこれもえつまり敵の城を落とすためにその城の近くに攻めるための拠点として砦を築く。 城を築くこれがどうも爪城とか爪人とか向井城というふうに言ってたらしいということでつまりこれはあの戦国時代によく言われる戦国時代にこうよく見るつけ城ってやつですねそうですつけ城の講師ということになります。戦国時代のつけ城の、えー、みたいなものが実はもう南北朝時代にあったっていうことなんですね。り戦国時代例えばあの えー、それこそ桶狭間の戦いの時にあの今川方のね鳴海大高城を落とす時に、えー、あれですね織田方は信長ですね鷲津砦とか前勝寺砦とか中島砦とかっていう付、まあ、城を築いたわけですね敵の今川方の城を落とすために。 これとまあ同じことを、まあ、実はもう南北朝時代からやってるってことですね。敵の城を落とすために、えー、爪め人無井重というものを、えー、築くっていうことですね。うどうする家康の初回で出てきてましたね。で、でまあそ,のそれこそ桶狭間の時にあの信長が鷲、ね、津とか善勝寺とか中島とかってなんかいっぱい砦を築いた。 まあその爪人とか向井次郎とかっていうようなものはえどうも複数作るみたいであるということですね。でこれはえまあ事例としましては北畑近房え南朝の北畑畠親房が織田城え日立の織田城。 現在の茨城県の小田城に立てこもってでそれをまあバック型の河野諸冬河野諸冬がまあ攻めるとえいうところになった時にえー まあ、ち近房の書状によるとですね同じく15日、陣を東条の後ろの高山の上に、えー、取り終わんぬと。だ河野諸冬たち幕府軍がですね織田城の後ろの、えー、高い山要するに織田城を見下ろす、ね、山の上に陣を取ったと。陣を築いたと。風文のごと軍はその勢いくばくならずと云々ぬと。 噂によるとその河野諸冬軍っていうのはあまり兵力がいないと。兵の数があまりないとで。でよって城下に差し寄せず、諸々に妖怪を構え、合戦に及ばず、いたずらに日数を送るというふうに言ってねえ。つまり河野諸冬たち幕府軍は、織田城の近くには攻め寄せてこないで、えー、あちこちに妖怪、砦を構えて、で、 まあ合戦はせずにただただいたずらに月日を送ってるというふうに言ってるわけですね。でこれもこれはまあ要するにあのこの,この北畠近房のこの書状というのが結城近友というですね 結城親友というその味方に、えー、手紙を送ってるでそこで基本的にはやっぱ自分に都合をよく言うわけですねだつまりこっちが優勢であると結城親友をなんとかこう来て助けに来てもらいたいんですけど援軍に来てもらいたくて手紙をいっぱい送るんですがただそのこっちが有利だって言わないと来てくれないんですよね。 負け組にはつきたくないので、こっちが優勢であるというふうに、えー、言わないといけない。なので、非常に都合のいいことをね、えー、ずっと北畑近房手紙で言ってるんですけれども、この場合も、なんか、河野師夫たちが、なんか、すごい、こう、兵力が少なくて、えー、なんか、こう、戦いを避けていると、非常に、こう、臆病で臆しているというような説明を、まあ、近房しているわけなんですけれども。 まあちょっとそれはまあ話半分に聞いた方がいいだろうとは思いますね。これは要するに戦うと力攻めで城を落とそうとした場合やはり犠牲が大きくなっちゃうのでだからまあ周囲に周囲のあちこちに砦を築いて敵の城を包囲するという形で臨んでいたと。 だから別に怖がってる臆病で臆している怖がってるってわけではなくてまあ持久戦の構えと、えー、いうことなんだろうというふうに思いますね。そうですね。け城を複数築くのは包囲して補給路を経つという、えー、意味合いだと思います。あそうそう。小田城は戦国時代に小田氏治が何度もとされた小田城です。でだからい今残っている小田城の移行って戦国時代の 移行、えー、なので南北朝時代どんな感じの城だったかっいうのはちょっとよくわからないのですが、まあ、基本的には同じ場所と考えられております。で,、えー、であとまあちょっとえまた、えー、さっきの島津の方に戻りますけれどもそう城には城で対抗する。 であと面白いなと思うのが古、えー、い城を改修するということもやってるってことですね。でまあその今川方がですね、えー、今川方がその島津を攻めるという時に、えー、末吉の古城を2日に取り固めそうらいてっていうふうに書いてて。 その末吉にある古城古い城をまあおそらく修復してそこに軍勢を入れるとだから前に作ったやつを回収して利用するってこともどうもやっていたらしいとえいうことになるわけですねそうもうすでに兵糧攻めと調略ってセオリーなわけですねそうなんですで これさっきの補給路を断つっていうふうにコメントで言われてた方がいますけどまさにそうなっていて志布志都の城の通路を固く差しふたがれ走ろうということで、えー、島津型の志布志城と都の城のその間の連絡路通路を封鎖する。 岩川城と引き合いて志布志都の城の通路を固く差しふたがれそうろうということですからその末吉の古城を修復してまず城として使うでさらに岩川城と連携して島津型の志布志城都の城の通路を封鎖するっていうことをやってる連絡を断つってことですね補給を断つとでさらにその敵の食料輸送を妨害してるってことも分かる しぶしより都の城へ入り揃ろう潮兵糧方々の愚足ども城の用意,用意の者ども度におお呼びに及び揃ろう追い押し取りおいし取りっていうふうに書いてあってだから渋ぶから都の城に運び込まれようとしているその島津方の潮だとか兵糧だとか え具足だから武器ですよね、えー、そういったものとかを、えー、奪うという形で相手の補給を断つということを、えー、やってるということですね。でまあでその次の行には「中郷に古城の騒楼を取りこしらえ」。 9人にて総楼9人にて総土持ち税を米おかれ総楼ってことでやっぱりここでもその中郷の古城を修理して土持ち土持ちっていう武士がいるんですがこの土持ち師という武士を入れたということでやっぱり古城を回収してる。 で,、えーでまあ、その次の行とか言うと城の近くにある家とかを焼き払うみたいなこともやっていると、えー、いうことがまあ分かりますね。まあ再利用した方が、えー、楽そう最初から気づくよりも、えー、一旦作ったものを再利用する方が楽ってことですね。 で、あれこれが違うのえー、っと、ちょっと、すいません、ちょっとあれこれじゃないな。ちょっとお待ちを。 はい、すいません。失礼しました。えー、っと、ちょっと古いやつを出してしまいまして、急に時代が飛びました。あれは単純にミスです。間違えました。申し訳ない。はい。で、でこの爪人、資料ダウンロードしたら前の s、SO、ドームの資料だったす。すいません。申し訳ない。えー、っとね、ミスみましたね。はい。えー、っと、 でめ、えー、陣向井次郎戦術の特徴としては、まあ、敵城を正面から攻撃するには、まあ、兵力が足りない場合に実施するってことですね。だ先ほども、えー、見たあの北畠近房の書状、えー、ですと、まあ、やっぱり兵力が足りないからあのい攻め寄せずに、えー、少々に要害を構えて で合戦をして合戦をせずに、えーまあ、じっくりと持久戦の構えを取るってことですねだこれはだからまあ臆してるってことではなくてやっぱ兵力がちょっと力攻めするにはちょっと兵力が足りないなという時にまあやるんだろうってことですね。 兵力が不足しているからこそ、えー、なかなか城には攻めないいきなりせ、あのー、力攻めで城を攻めたりはしないということですねはいえー、っとちょっと,、えー、っとそれで <laughs> すみませんね資料ダウンロードする資料をちょっと間違えておりましたけどもすみません古い版のね やつを間違えて、えー、表示してしまいましたけれども、ちょっと、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、新しいやつを、えっ、ー、と、新しいやつをダウンロードできるようにいたします。で、えっ、ー、と、ミスりましたね。申し訳ない。 えっとねこれもまたライブならではそうですね <laughs> えっとね今ね多分もうっさっきのディスコードに貼ったのかな、えー、あであ番組ガイドにも貼ってるかな今ね変えたはずなのでもう一度ダウンロードしてもらうとえっと多分できるんではないかと正しいのが今アップアップロードし直しましたのであの今もう一 一回、えー、ダウンロードしてもらうと正しいやつが見れるんであのダウンロードできるのではないかと思います。どうでしょうかね。はい。あ大丈夫そうですかああ、そうですか、そうですか。すいません。だから、あの、私今番組概要のところに えっと、ダウンロードの、えー、リンクを貼ってあると思うんですけど、今ちょっと変えたので、これで正しいのがダウンロードできるのではないかと思います。はい。あ大丈夫そうですね。よいしょ。 あ概要からダウンロードできた。はいはい。ありがとうございます。よいしょ。はい。OK ということですね。はい。はい。すいません。で、えー、すいません。お手数をおかけしました。で、で、まあ、交通路を遮断する形で、まあ、陣を設置する、まあ。爪陣を作ったり、向かい字を作ったりするということですね。えー 例えばやっぱり北畠近房の袖半身行書やはり北畠近房の書状ですが京都東条中間の書書を陣取の間路地普通わずかに船を持って応変ばかり走路なりと京都東条中間の書書を陣取りの間路地普通路地通わずわずかに え船を持って応変ばかり走路うなりということでまあこの場合もだから敵のえ城と城との間のところに陣を取るという形をするとまあ通行できなくなってしまうえ道が塞がれてしまうで陸路が塞がれちゃったのでえ船を使って、えー 連絡を取るしかないみたいな、状況に。そうそう、陸路は封鎖され、頼みは水路だけっていうような状況とかもあります。そう、なんか千早城はね、裏ルートがあったみたいですよね。だから、つまりバック軍が包囲してたんだけど。あの、いわゆる獣道的なね、現地の人しか。 知らないみたいなそういう抜け道みたいなのがあってで、まあ、そこを利用して連絡とか、ね、補給を行ってたんじゃないかとだから千早城とか落ちなかったんじゃないかみたいな、まあ、そういうような説もありますよね。感感動動そうででですすねねってやつです、ねで でまあ、ただこれ囲んでボケっとしてるだけではなくてその向井次郎とかねそういったものを複数作って敵の城を包囲してでただそれでボケっとしてるかというとそういうことではなくてもう少し積極的なことをやっております。でこれは北畠千房の側近と思われる方言千秋という人の。 書状ですけれども、えー、有吉千ともにあて、有吉千太郎にやってた芳元選手という人の、えー、書状ですけれども、えー、当初合戦の次第、今に至るは、えー、味方毎度勝ちに乗り走ろうと。で、これ、まあ要するに織田城での、えー、戦いというのは、毎回、えー、我々味方南朝方が勝ってるってことですね。 <laughs> だこの辺では非常にすご調子のいいこと言ってるんですけどあの俺たちが勝ってると俺たちが勝って、ね、毎回勝ってるみたいなこと言うんですけど毎回勝ってるって言ってるのにとかっってていう風に言ってるわけですよね勝ってんだったら援軍いらねえじゃねえかよって話になるんですけどまあ実際はそんなに楽観できる情勢ではないんだけれどもしかし負けてますとかって本当のこと言っちゃうと。 あのきついですみたいなことを言っちゃうと、あのー、いやその負け組につきたくないなみたいな感じで援護を送ってくれないので、まあ、大本営発表で勝ってる勝ってるみたいなことを、えー、言うわけですね。毎回勝ってますみたいなねで、えー、京都武勢の無勢の間さらに出会わず相撲と、えー、要するにバック型ですねバック軍は兵力が少ないので足りないので、えー、全然こう。 出撃してこないと。いうことですね。で、なんか、だから、バック軍は全然臆してるというふうに言うんですけど、まあ、その後のところは結構面白い。え、味方本人に帰るの時は、えー、打ち入れて、えー、諸将を乱暴し、味方打ち入れるの時妖怪害にかかり、合戦に及ばずろうということで、あの、つまり、 南朝軍というか織、えー、田城にこもっている北畠近房たちの軍が、えーまあ、し城から出撃してで、まあ、城に戻ると、えー、そうなると、えー、バック型河野諸冬たちのバック型は出撃して、えーまあ、周囲をおそらく放火とか略奪を行うと。 ですねまあ、さっき見たやつでもあの家を焼くみたいなのとか、えー、とあとさ稲を刈り取るみたいなやつとかも資料で出てきます。で稲を刈り取ったりとか家を焼いたりとか、まあ、そういう放火略奪みたいなことを、えー、やるわけですねで。でこの小田城から近房たちが出撃した時は河野、えー、諸冬たち幕府軍は 要害砦にこもって戦おうとはしないってことですねだからこれは要するにヒットアンドウェイですよねだから相手が出てきたらば要するに接近戦敵軍との本格的な交戦は避けるで牢状している軍隊たちが牢状している敵方がですね城にこもってる敵が城から撃って出たら自分たちの砦に撤退する で、籠城してる連中がその出撃してまた自分たちの城へ戻ったらば出陣して周辺の村々とかを攻撃したりして敵軍の食料補給を阻害するってことですね。だまさに消耗戦ですね。だこれはあの作戦としてやってるわけですよね。だからなんか北畠千代房とかその側近のねこの方言選手とかだとなんかこう。 冬たちは幕府軍はですねなんかこう兵力が足りなくて臆病だからまともに戦おうとしないんだとえね正面から正々堂々と戦おうとしないみたいなねえそういうふうに言うわけなんですけどいや別にこれは臆病だとか兵力が足りないとかあのなんかそういう問題ではなくてこれは明らかに作戦としてやってるわけですよね。 なんか卑怯なやつらだとかね情けないやつらだとかっていうふうにまあ北畠千春さんは言うわけだがしかしこれはあくまで作戦なわけですよねわざとそうしてるつまり犠牲を最小限にとどめるために接近戦敵軍との本格的な交戦は避けるとでだから老城軍が城から撃って出た場合は一旦撤退して戦わないようにするそれによって自軍の犠牲を最小限にとどめるということですね そうじわじわと籠城軍の首を絞めていく。だから兵糧攻めに合ってるってことなんですよ。だから実は結構きついわけですよね。なんかさあいつらマジさヘタれだぜみたいなことをさ北畠地下房は言ってるわけですけど地下房とかその側近たちは言ってるわけですけど、まあ、実際には兵糧攻めでねだんだんこう真綿で首を絞められるような感じでだんだんきつくなってるわけですよね。まあ、きつくなってるからこそ 早くく援軍をを送ってくれみたいなことを言うわけです <laughs> 確かに老上方が撃退してるように見えなくもないそうだから見た目的にはね見た目的には撃退してるような感じもするんだけどしかしまあ徐々に苦しくなってきっちゃうわけですね老上側はね状況は何も変わってないわけで,で確実に食料は減っていくみたいなね で,でこれはその、えー、今見てるやつは、えー、さっきの,あの都の城攻略戦、えー、とまたちょっとじあの時代が飛びますけど今川領春たちの、えー、が島津型の都の城を攻めるというところですけれどもこれでもやっぱり都の城の城をですね力攻めするのではなくて、えー、まあ 兵攻めを行うわけです都の城の辺都の城の辺りってことですよね都の城の辺焼き払いまた早田ども刈り取り少々な捨て候なりということで近辺を焼き払い宮古城敵の城である宮古城の近辺を焼き払って、えー、早田だからまあ早く稲が早く稲を育てている田んぼってことだと思いますけど早田の稲を刈り取るっていうことをまあやって そういった形で消耗戦を行うということですね。ウクライナのダム決壊、あ確かにね、そういう感じもあるかもしれません。で、でまあ、この 要するに向井義郎とかつめじで敵の城を包囲するっていうのは、あのもう一つはま兵力が足りないっていうのもまあ確かにそういう側面もあるんだと思います。でつまりえ味方の増援部隊援軍が来るまでの時間稼ぎという側面も多分あって、敵方なお諸国の税を飯集め徴収し重ねて口を塞ぐとのよしその聞こえ候うろということでまあ。 敵方はさらに軍勢を集めていると。でそれによって包囲網をねもっとより強固に包囲しようみたいなことをやってるんだと。で,で、まあ、援軍が来るまでは本格的な戦いは避けて兵糧攻めを行うってことですね。で、まあ、敵の城同士の連携を断つっていうこともありまして。 河野、えー、諸冬たちがですね、えー、南朝型北畠近房たちの南朝型の石城と大北条これの、えー、連携を立ってこの2つの城を孤立化させるってこともやってます。これはちょっと、えー、諸冬井家、えー、諸冬井家の友柄は陣を石城大手野口に取り一手は陣を大北条北寺山に取り すなわち領城応辺の陸路をとどめ終わるということでだから石城と大宝城との間の連絡路を立つと関条の近くにを爪陣を築くさらに大宝城の近くにも爪陣を築くという形で相手の敵方の城両方に爪陣向かい城を築いて で石城と大北城との間の連絡を立つ、連携を阻むということをやってるわけです。そう兵糧攻めというのは周辺、周辺をひゃっかわんですよね。周辺の、えーこう。稲を買って、刈り取っちゃって、家焼いたりとかして、だから。だらそれこそね、あの。北斗の県の模試官みたいなことをやるわけですけれども。 まあそれによって相手の食料補給を阻害すするわけですね。だからまあ城にこもってるって言ってもですねあのまあ城から出撃することもあるわけでまあ城から出撃した時にまあ周辺のね村落とかから食料を補給するっていうことをまあえ城にこもってる側としてはやりたいわけですけどまあ周辺の村々を焼き払ったりしちゃったら。 それもでできなくなくるわけですよねちょっと外へ出て食料を補給していくかってわけにいかなくなる。はいまあそういう感じなわけですね。無,無慈悲ですね。無慈悲です。はい。でえじゃあこの籠城側はどうするのかなってことで。 籠城、えー、側はじゃあこれにどうやって対応するかってことですけどあ鴨志田さんどうもそうですね相良結城家文書ですね。で籠城側としてはですね基本的には籠城というのはえー、味方の援軍が来ない限りは自利品になることは間違いなくてあの。 だまあ基本的には援軍を待つという形になります。で、でその援軍のことをですね、その城をこう、城に籠もってる側を、城に籠もってる人たちを助けるための援軍のことを、えー、まあ、後ろ詰めというふうに言います。でこれはだからまさに、これも戦国時代と一緒なんですね。だから、今だから、それこそどうするいいやつね。 NHK 大河ドラマ「どうする家康」で長篠城が武田に包囲されてるわけですね徳川方の長篠城が武田に包囲されてるええびの巣山とかのつけ城とびの巣山砦とかのつけ城を作ってですね武田方がつけ城を作って長篠城を包囲してるという状況なんですねこれはまあ南北朝とやり方は一緒ですで これに対して長篠城救援のために織田徳川連合軍が長篠にやってくるわけですね。これはまさに後ろ爪ってやつなわけですね。後爪って読むんじゃなくてねどうも後ろ爪って読んだらしいんですよね。あの少なくともあの南北朝時代は後ろ爪って読んだらしい。で。 でこの後ろ爪っていうのは、えーまあ、峰岸さんあの峰岸純夫先生がですね相対峙する両軍のどちらかが敵方の背後を突く作戦で高橋紀之さんが交戦中の敵軍の背後ないし側面を味方の友軍に攻撃させてその殲滅や撃退を図るものっていうふうにまあ解説してるんですが。 ズメ、ね、っていうのはだちょっと意味も違うんですよ。ズメっていうのはその,あのまあこれねえっ、ー、とね私論文も書いたんですけどえっ、ー、とどこだったかなえっ、ー、とそっかえっ、ー、とね ちょっと待ってください。えっとこれがねちょっと飛ばしますがここのところでえっと今写ってるやつの「638号」って文書の最後のところですね最後の行ってことですけどこれ読むとですね「後ろめっていうふうにひらがなで出てくるんですよね。 だからまあ少なくとも南北朝時代は後ろめっていうふうに言ってた。ということが分かる。で、そうで、あとアリスさんが言ってるように、後ろ巻きっていう言葉もあるんですよ。類似語としてね。これ やっぱ五巻 <laughs> って読むとなんかそのアイドルみたいになっちゃうんでまあ多分後ろ巻きって読むんだと思うんですがだから多分後ろって読むのが正しい少なくとも「南北朝時代」はそうだから五巻じゃないと思うんですよモーニング娘。になっちゃうんで。 だからまあ少なくとも南北朝時点では後ろめって読んでたんだと思います。後ろめっていうふうに書いてある資料があるのでね。そうだから後めって言った場合、あのー、今の言い方今の。 現代というか後の時代になると「ズ詰」っていうと要するに予備兵みたいな予備兵力みたいなことをズメっていうふうに言うと思うんですけどあの,この時代のの後ろこそういう意味では意味も違うわけですよ。予備兵力ではなくてあの基本的にはその。 籠城してる味方を救うための援軍が後ろ爪なんですよね意味的に考えてで同時代の太平記とか除いてですね同時代の文書城だけ見ると基本的には城郭戦にしか出てこないんですよね後ろ爪っていうのはで城があって城が包囲されている敵に城を包囲されているでその包囲されてる城を救うために 城を包囲している敵の後方を脅かすと敵軍の後方を後ろを脅かすのが後ろ攻め後ろ攻め後ろ巻きなんだと思いますね。そう予備ではなくよそからやってくれる援軍ですね。 で,で味方の城をつまり取り囲む敵軍の背後後方に展開して敵軍の退路を脅かすのが後ろ攻め後ろ攻め後ろ巻きというふうになものと考えられるわけですね。で,でこれ面白いのがその 援軍なんですが要するにその味方の城を救援するための援軍なわけなんですけど城の近くまで必ずしも来ない。でそう長篠に援軍に来た織田徳川軍は後ろ詰めということになりますね。 で必ずしも城の近くまで来るとは限らなくてでさっきも見た方言選手の、えー、書状ですけれども後ろあの左の方後ろの方を見ると、えー、所詮奥の後ろ沖奥ってのはだから陸津のことなんでしょうね東北地方の津奥の後ろ沖。 奥の後ろ置き後ろ置きってのは後ろ詰めと同じだと思うんですが奥の後ろ置きまず少々矢月編へ矢月少々と言うのかまず少々といえども矢月編へも到来そうらば最も然るべく走ろうというふうに書かれているわけですね。で だからその六つの,の方の後ろ攻め後ろ詰め後ろ置きでまず少しで少しの軍勢でもいいので矢月まで来てくれってことを言ってるんですね。で八月ってどこかっていうと現在の福島県東白川郡棚倉町矢月と。 だ福島なんですよ福島で福島なんですねで小田城ってのは茨城県ですから日立ですから茨城県なんですよだからめっちゃ距離あるわけですよそ微妙な位置で控えてるんですねそうなんですよかなり距離があるだからその小田城のすぐ近くまで来いって言ってるわけじゃないんですよねだ距離を置いて敵軍に圧迫を加えるということもあるそうかなり遠いんですよね。 でこれはなんか別のえやっぱ近房の書状でもあのやっぱ織田城のすぐ近くまで来いとは言ってないんですよね。でこの時分えまずそのまず最初の防線引いたところは京都また要害を構えるの上兵糧においてはつくべからずかということで。 まあ要するに兵糧攻めに合ってるっちゅう話をしているわけですけどで次の防戦ですねこの時分那須編に入れられそうならば京都退散すべきの城ということで那須の方まで来てもらえればそのバック軍敵方のバック軍河野諸冬軍は織田城を包囲してる河野諸冬軍バック軍は退散する。 で退散するだろうってことこを言ってるわけですねで結束街道を打ち開き売り面に売り面に発行を揃うらばまたまた持って無双の情景に揃ろうということで、えーまあ、売り面の方までとりあえず売り面の方まで来てくれるとありがたいみたいなことを言ってるわけで、まあ、地図見ても分かるようにやっぱりすごく距離があるんですよね。 だからその織田城のすぐ近くまで来てくれって言ってるわけじゃなくてだいぶ遠いところでまあそこでも那須とかウリヅラとかでもいいから来てくれみたいなことを言ってるわけですね。そう アリスさんが言ってるように直に接触せず相手に脅威を与えて退却してもらうのが目的と考えられるわけですね。だから必ずしも近くまで来る必要はないということになります。ちょっとこっち先に読んだ方がいいかな。つまり工場軍に対する えー、心理的な圧力っていうところが結構大きいわけですね。でだ例えばえっ、ー、とさっき見たやつで言うとえっ、ー、とどれだこれかえっ、ー、とこれ1234号ってやつですけど北畠七橋さんの書状ですね。で この自分後ろ置きそうらば東方効力といい諸方塩分といいご忠節何事これにしくべく相撲や」ってことで諸方の塩分ということであの要するにうというかあのひょうなんかつまり援軍が来てくれたっていう小田城の方に向かって援軍が行くと。 後ろ爪が行くっていう情報が敵味方に伝わると遠く敵味方に伝わるってこと自体がやっぱり非常に意味があるってことですね。で味方は勇気づけられ敵は、えー、怯えるということでそういう出陣してもらうだけでそれがその噂が情報が流れるってことでまあ指揮。 四季繊維に大きな影響を与えるってことになるんですね。でかつ敵方にも奥方の後ろ置き近々騒動とて連々驚き動き騒動になるということでだからその陸奥のね東北から要するに南朝型のね東北からあの南朝型の後ろ置き後ろ攻め後ろ攻めが来ると援軍が来ると。 え接近しつつあるみたいな感じになれば敵方がまあ驚くとだからそういう心理的な圧力っていうところが非常に大きいということが分かるわけですね。 だからまあ対路を断たれることを恐れたこう攻めて工場軍が囲みを解いて撤退してくれれば、後ろ詰め作戦の目的っていうのは達せられるわけです。だから後ろ詰め作戦っていうのは、だから敵と戦ってくれっていうことではないんですよね。あくまで味方の城を救援するための作戦で、えー、包囲している敵軍と戦ってそれを撃滅する。 っていうのは必ずしも目的ではない。ということになるわけですね。城を救うのが目的なんで敵を殲滅する必要はないということになります。でなのであの必ずしも向上軍との決戦を意図していないのであの 後ろ詰めとしての出動っていうのは比較的頼みやすいっていう部分があるわけですね。それは今見せている638号の文書なんかが一つ分かりやすい例ですけどそのまあ援軍要請をしてるわけなんですけど最後のとこですね一番最後のとこですけど必ず奥方の敵の城を落とさんとはあるまじくろうということでその,その敵のね、えー 城を落としてくれとかそういうことを言ってるわけではないとで早々に後ろ詰めして賜うべく揃ろうということでともかく後ろ詰めでいいからえ出陣してくれってことを言ってるわけですね戦ってくれっていうことを言ってるわけではないと敵をやっつけてくれとは頼んでないとともかく出陣さえしてくれればいいのであるとっていうことを言ってるわけですね そう敵野戦軍の撃滅を目的としていないということになるわけですね。でただあのただだからあくまで救援が目的味方の城を守る救援するのが目的なんですけどあの。 敵軍に圧力をかけるっていうのが後ろ詰めなんですけど、まあ、結果的に敵軍の撃滅につながることもあるわけですねだその典型がまさに長篠合戦なわけですねだから長篠城織田信長徳川家康の織田徳川連合軍というのはあくまで長篠城救援のために出撃しているわけなのでまあ、武田がですね 武田勝頼が長篠城の包囲をね長篠城の囲みを解いて武田が撤退するっていう状況になればですねまあそれでいいわけですよそれで作戦目的は達せられるわけなんですけれどもただまあ武田勝頼は撤退せずに織田徳川連合軍との決戦を決断したわけですね。それれによっててわゆる流しの合戦が行われて でまあ、結果はご存知の通りということになるわけですね。で武田軍はあの撃滅されてしまったわけですね。織田徳川連合軍によってボコボコにされてしまった。撃破されてしまったわけですね。ならまあそういうことももちろんありうる。そういうだその敵野戦軍を撃滅するっていう結果につながることもありますが必ずそうなるとは限らなくて。 第一目標本来の目的というのは味方の城を救出する救援するというのが目的敵や戦軍を撃滅することではない結果的にそうなることもあるけどそれが当初からの目的ということには必ずしもならないってことですねウラクライナ戦争におけるベラルーシねなるほどね 援軍頼まれたた方も人を動かしただけでを作れる札幌山の戦いも実はそうなんです。札幌山との合戦っていうのはだから足利尊氏忠義兄弟の争いですけれども兄弟敵味方に分かれて争ったわけですけど忠義、まあ、が尊氏兄尊氏の本陣がある札幌山の山麓を包囲するわけですね。でだからまあ札山ってだからまあ山の上に陣を築いてるんでなのでまあ 山城みたいなもんですよねそういう意味ではねだから高尾の、えー、城を包囲している高尾がこもってる城を包囲しているっていう状況なわけですでこれに対して下助の宇都宮宇次綱宇都宮宇次綱が、えー 足柄山、足柄またあの金金太郎の足柄山ですね。えー、箱根山の北西に位置する足柄山にいた忠義勢を撃破して箱根竹の下に着陣します。で、つまりこれによって、えー、足利忠義軍っていうのは高右の佐多山を 高氏の陣がある。里山を包囲してたわけですけど、自分たちの背後に。高氏型の。高氏型の宇都宮が後ろにやってきちゃったわけですね。背後を取られちゃったわけです自分たちの後方に敵型である高氏型である宇都宮が展開すると、牛はい、退路を脅かされる形になっちゃったわけですね。で、この宇都宮勢に背後を取られたことで。 まあ、山を包囲していた忠義軍が浮き足立って敗走することになります。でこれによって高尾氏が反撃に転じて忠義の本陣を攻め落として札田山の戦いはあの高尾氏の勝利に終わると、えー、いうことですね。だからこれはだからだから宇都宮にしてみると高尾氏を救出するために、まあ、後ろ詰めを行って 後ろ詰め作戦を行ったなんだか高尾救援にとどまらず結果的に、えー、忠義軍の撃滅に成功したわけですねだそういうこともあるというわけです結果的にそうなることもあるけれど敵野戦軍の撃滅に繋がることもあるけれどもあの必ずそうなるとは限らない本来の目的はやっぱりあくまで味方の城味方の陣を救出するということになるわけですね で遠目に飛車角を利かせる感じあなるほどねそうかもしれません。でじゃあ白攻めの側で、あのー、もうちょいこの、まあ、まあ基本的にはだから包囲、あのー、すると。詰め陣向かい郎を築いて。えー 敵の城を包囲して兵糧攻めにすると敵の補給を断つとで敵を屈服させるっていうのがまあ城攻めのまあ基本的なセオリー一番オーソドックスなやり方ということになるわけなんですけれどもだけどじゃあもうちょい積極的な戦い方ってないのかなっていうことになるわけですね。 だからただ囲んでるだけじゃなくて一応敵の城をこう攻める方法ってないのかと。といっても力攻めで突撃したらすごい犠牲を出してしまうのでまあ守りながら敵の城に迫る方法ってないのかってことにまあなるわけですね。でここで。 面白いなと思ったのが永、えーまあ、徳2年これもやっぱ南北朝時代ってことになりますけど永徳2年の塩谷、えー、行蓮着頭状っていうのがあって塩谷、まあ、行蓮っていう人が自分の手柄をですね自分の戦での手柄を報告したものなんですけど、えーまあ、その下野、えー、現在の栃木県の、えー、有力武士である小山義政を討伐するために、えー 鎌倉公方の足利氏光ですね。鎌倉公方の足利氏光が、あの。え小、ー、山義政が立てこもる和紙城。を攻めたんですけれども。 この和紙城攻略戦において塩谷は自分はこんな風に貢献しましたとこんなに頑張りましたっていう中で築山家重役これを権じせしむということを言って築山を作りましたと築山作って頑張りましたみたいなことを言ってこの築山って何だって話なんですねでこれに関しては全然研究がないんですが あの多分ですねこれはだからあくまで私の推測ということになるんですがおそらくこれのことだろうというのがその大阪冬のジーンズ屏風をご覧いただきたいんですけれども大阪冬のジーンズ屏風でそうそう土塁なんだけどこれ攻撃側の土塁なんですよね。つまり あのー、今大阪風の神通屏風のやつ見せてますけどその左上のところが大阪城なわけですよ左上の部分がその大阪城で,でそこを攻撃側が包囲してるわけですねであのー、でいわゆるしおりしおせあの竹の束でえー 敵の鉄砲から身を守っているわけですけれども。その塩瀬だけじゃなくて、なんかこんもりとした山が。あのあるのに。がわかると思うんですけど。これは明らかに人工的に作っていると思うんですよね。だから、その攻める側が。要する。守る側がその山城でね。あの土塁を築くってくことじゃなくて。あの攻める側、城を攻める側が。 まあその自分たちの体をね守るために敵の鉄砲から守るためになんかちっちゃな小山みたいなのをねあのそうそ、う工場塔の土板ってことになりますね。でこれを作っている。であのこれまあだからまあ大阪の陣の話なわけですが。 これ南北朝時だから南北朝時代のその文書に出てくる築山っていうのはこれのことを言ってんじゃないかと。だからまあ南北朝時代はもちろん鉄砲はないですけれども、えー、弓がありますから、えー、敵の弓矢から身を守るためので身を守りつつ敵を攻撃するための遮蔽物として。 月山っていうのをそうそう、まあ、いわゆる塹壕みたいなものを作ってたんではないかっていうことですね。はい、そうそう守る側のドリア真田丸ですね。塹壕的なものを多分作っていた攻める側がね。でこういうもので身を守りながら敵陣に迫っていくと、えー、いうことを やっていたのではないかとというこですね現代戦でも兵士の仕事の大半は塹壕りというけど南北朝の時代も同じまあそうなんです結構工事をやる <laughs> あの土木工事をやるのが仕事というかそれがなんか手柄として申告されてるわけですよね。これもそうですね下の方に城攻めを攻めてる側のなんか小山みたいなのがちっちゃな山みたいなね 土塁みたいなのが作られているわけですね。だ、こういうことをまあやっていたん。だろうって,ってことで、ね、だから南北朝時代につまり、もう白攻めのね。戦国時代の城攻めのやり方って、もう南北朝時代に基本的に全部出揃ってんですよね。城攻めのやり方っていうのはもう南北朝時代に確立してて。戦国時代にやってることっていうのは南北朝時代に。 こう発明された思いついたやり方をそのままなぞってるだけで戦国時代になって新しくこう考えた城攻めの方法って基本的にほとんどないんですよね。そうそうそうだから軍あの手柄として申告しているのでだから築山作りましたっていう土木工事も手柄として認められたってことですよね。 でだから、まあ、まあまあ簡単にまとめてしまうと、まあ、武士たちの戦術の特徴としては、まあ、短期決戦よりも持久、えー、戦を施行する無理,な無理な力攻めはせずに兵糧攻めにするってことですね。で自軍の犠牲をなるべく減らすという合理的現実的な思考を持っているってことですね。城攻めに技術革新はあんまりない でそうです基本的にはないですね。あなあのあもちろんその,あの鉄砲とかねあの工場兵器みたいなのとかまあ鬼の乱とかで工場兵器とか出てきますけどあのいわゆる投石器とかが登場したりとかしますけどあのまああんまり大きな変化はないのかなって感じですね。突撃わわーーみたいなそう投石器と大砲ぐらいでしょうかね、まあ、せいぜいね。 突撃ワーワーーはないんですよ、まあ、それをやると、まあ、大阪冬の陣はその真田丸の戦いっていうのは最初その突撃ワーワーをやったせいで大損害を出したわけですね。何も考えずに突撃ワーワーして家康に怒るわけですね。お前らしおりしおせも作らないで突撃とか何考えてんのみたいな感じで怒られる。 四万八郎の乱の時も幕府軍が突撃ワーワーをやったせいで大損害を出してるんですね。でまあ武士たちの戦術の特徴としては、まあ、短期決戦よりも持久戦を志向すると。でまあ自軍の犠牲をなるべく減らすという現実的合理的な思考が見出すことができる。なのでまあ勇敢で命知らずな侍みたいななんかこう。 ね、外国人とかあとなんか日本の保守派の人が好きなイメージというのは、まあ、虚構ということになる宝石機ってねあんま出てこないんですよねだら鬼の乱の時には使われたみたいですけどあんまり出てこないんでそこまで有用ではないのかもしれないそう旧日本軍はね創作や軍機から短期戦になってるような気がするんですよ、ね 城を守る側はだからいわゆるご法上型の城郭みたいな感じですねあのいわゆる城の縄張り城の縄張りが非常に高知になってあの非常に巧妙になってですねでなるべく死角を減らすと弱点を減らす形で非常にこうあのねえ何 こう車をですね、えー、屈曲させる、えー、カクカク曲げてですね車をカクカク曲げてでそれで、えーまあ、なるべく四角を作らないようにするという、まあ、そういう、まあ、上角がだんだんこう上角の縄張りが巧妙になるっていう側面はあるんですけどただ根本的にはあんまり変わらないのかなっていう感じはいたしますね。 結構地味なんですよね華々しい感じではなくてかなり地味なんですよ、ね、そうですねあの基本的に一族老党なので一族老党を死なせるわけには、まあ、そんなにねあのバンバン殺すわけにはいかないので。 あのまあ、基本寄せ集めなんでねあの各武士が一族老働を率いてやってくるで自分のところの一族は死なせたくないという形になるとなるべく死なせたくないということになると、まあ、増票ならねともかく自分の一族死なせたくないということになると、まあ、どうしても力攻めみたいなことは、まあ、なかなか難しくなるだからまあ持久戦思考になっていくってことですね。 幕末の殺し合いでも待ち伏せで風、えー、を形成してなぶり殺し、あのー、油工事の決闘とかそうですよね。後継者が幼いとか戦力補充もしにくいっていう問題もありますね。お前が生きよう、いやお前が状態。そそそうそうう プライベートライアンね。<laughs> プライベートライアン。まあ、プライベートライアンいい映画ですけども。はい。まあ、そんな感じで、えー、ございます。だから、まあ、割りかしね、あの、現実的に戦ってたなっていうことが、まあ、一次資料を見ると、まあ、意外とよくわかるということで、えー、ございます。はい。あ、しまった。参考文献ね。えー どの時代もリアリズムは失ってはいない。単に物語が形成されただけ。まあそうなのかもしれません。まあ、やっぱりリアリズムのない戦いっていうのはないわけですね。やっぱり誰だって死にたくないわけですから。だらその辺のリアリズムみたいなのをまあちゃんと見ていく。その時代その時代のリアリズムを見ていくっていうのは、まあ戦争研究においてやっぱり重要なのかなというふうに思います。 動員された武士からすると長期戦もきついことはきついんですよねだからこれはあの実際あの長期戦で長期の長あのこれは戦争の日本中誠史でも書きましたけど長期戦でねあの何ヶ月も在人にいなきゃいけない在人しなきゃいけないってなるとそれはそれで大変なんですよね。特に南北朝時代とかだとなんか食料は自分で。 みたいなね自分で持ってこいみたいなようなところがあるのであのやっぱ非常に戦費負担が重くなるでしかもねあの小規模な武士の場合は自分が留守をしてる間本領をね自分の本拠地自分の所領をまあきちんと納められないみたいなねえ頼りになる 家臣がいないという状況だと、あの自分の本拠地の経営が本領の経営がおろそかになっちゃうっていう問題があるわけですよね。だから、まあ死なないくて済むかもしれないけど、長期戦っていうのは、その長い時間拘束される戦場に拘束されてしまうっていうのは、それはそれで負担なわけですよね。戦費負担も重いし、えー、自分がいない間に本領の経営がどんどんおろそかになっていっちゃうっていうもの。 あそうそう兜を知り合いから借りてやってるっていうのがだからこれが高畑不動体内文書ですね。ていう武士が、えーまあ、河野モルフィに付き従って、えー、北畠近房をやっつけるために出陣するわけですが。 まあこれがね長期の長い在人長い間長期戦で拘束されてみんあのねもう武器も馬もねえ武器もねえみたいなね食いもんもねえみたいな非常に悲惨な状況になっていくわけですよね。長い人だと勝手に帰っちゃうやつとかいるんですよね。勝手に帰っちゃうやつとかいて 実際あの戦争の日本中戦士で紹介しましたけどあのみんなが勝手に帰る中ちゃんと残って偉いみたいなねそういう感じの,あの感謝状みたいなのとかも残ってたりしてやっぱ勝手に逃げ帰逃げっちゃうやつとかいるわけですよ長くのるとね。 でまあ、そういう感じで、まあ、なかなか、まあ、長期戦で死なないから万々歳ってわけではなくてそれはそれで、えー、武士たちにとっては非常に重い負担であるってことはまあそうですねおっしゃるとりほらこんな戦や,やだみたいなねそんな感じになっていくということです勝手に帰るリーさん勝手に帰るやつっているんですよそれは別に南,あの南北朝時代からいるわけですね長くなるとやっぱり嫌になるんですよね あ秀,吉もね、秀吉も帰りましたねあのた滝じゃあ柴田勝家と喧嘩して勝手に帰ったってやつですよねあ、まあ。要するに作戦の食い違いとか喧嘩ってことじゃなくて普通にそのもう長期の在人に耐えられないともうこんなにもうこれ以上のね戦に駆り出されてるのは耐えられないみたいな感じで帰っちゃうみたいなことがどうもあった。 はいまあ、そんな感じでですねえっ、ー、とまあえっ、ー、と引き続き、えー、第2部やりたいと思いますけど、えー、まあ大体解説としてはあのー、まあ話すべき基本一応一通りは解説できたと思うので、まあ、この辺でね第1部は終わりにしたいと思いますでまあ10分ぐらい休憩したあとで、えー、第2部に移りたいと思いますが第2部は旗本以上です。 えー、メンバーは旗本以上ということになるので、えー、町人御家人の方はここでお別れということになります。えー、明日、えーと下えー「どうする家康」イヤスの「設楽ヶ原の戦い」ですかね長篠合戦「設楽ヶ原の戦いの」の、えー、解説を行いたいと思いますので、えー、また明日ね、えー、町人御家人の方はご参集いただければと思います。 でまあ、旗本以上の方はこのあと10分後ぐらいに引き続き、えー、やりたいあの、第2部をやりたいと思いますので、一応、はるきさんもね、ご参加くださるということなので、えー、またね、第2部もご覧いただければと思います。はい、それではありがとうございました。ではでは、えーひ、ひとまず一旦お別れです。さようなら。